さあ、小柳あつむさんの登場です。ごめんなさいね、どうぞ。ワルタのマーランのこの第二楽章、ラッシュバット第二楽章、はい、は秋にしゃべちくものといって、はい、一人の女性がね、はい、一人の人間がねもうどうしようもない美にこう憧れ抜いて、はい、死をもう絶望、こう美がない上に、はい、あの死をもう一人の人間です、はい、ですから そこの永遠性に、はい、あのもう憧れ抜くんですね、これ、はい、あの曲が巧妙に満ちてくるんですよ、はい、あの愛にあふれたフェリアの、はい、あのもうここまでいったら叫ぶぐらいだってもう、はい、いいと思いますよ、はい、うん、で僕らはね、あのこうなんていうのかな、自分たちもね、はい、秋に寂しきものになるんじゃないでしょうかね。一種のまあこういうあれはあれなんですけど、はい、うん、自殺志願、うん、はい、自殺志願みたいな、はい、自殺志願棒みたいな、それじゃなきゃこの曲の真のもう共にするこの曲と信じするぐらいまでの、はい、あれで本当の感動につくには、はい、この曲と真うん、信じぐらいのね、はい、あれだと思いますよ、うん、その感動といってはないですよ、はい、うん、ここでもういかにも神の曲に変えます、憧れ抜きますね、マーラは力だけやってるのに、フェリアうまいですね本当にいいですね、フェリアは。でもなんかワイフは、なんだっけ、ヤノビッチね。じゃあ、こう、美しい。もう、ウイビルがもう、あの、人のね、あの、肌にこう、つきますね。この歌。涙が出るんだよ。ワイフが嫌いなのか分かりませんよ、私には。私は共に泣くっていうぐらい。そうなんです。もう、フェリアのためだ、もう命でっていう感じでしょうかね。また暗くなるんですけど。ちょっとさっきの時から私はやったスペシャルで。ここで、あの、感想のみになるから、うん、ここでは、こう。じゃあ、終わりにしますか。じゃあ、この章は。一旦、これは何楽章でしたっけ、第二楽章。の終わりですか、秋に消えくん。じゃあ、また続きますね。じゃあ皆さんにまた続きを。また続きを。はい。